2018年ピョンチャンオリンピックの日本選手団は2018年2月9日から2月25日までの日程で開催された第23回オリンピック冬季競技大会の日本選手団。選手名及び所属、記録は2018年当時のもの。メダル総獲得数は過去最多だった1998年、長野オリンピックの10個を上回り、冬季オリンピックの日本代表としては 史上最多の13個を獲得した。また金メダルは4個を獲得し、日本国外で開催された東京オリンピックでは初めて複数の金メダルを獲得した。JOC はメダル個数の目標を複数の金を含む9個としており、金メダル個数、メダル総数ともにこの目標を達成する数値となった。競技別では前回メダルなしだった。 スピードスケートが過去最多の個数を獲得し、カーリングは初のメダル獲得となった。出展、アルペンスキー出展、クロスカントリースキー出展、スキージャンプ出展、ノルディック複合出展、フリースタイルスキー出展、スノーボード出展、スピードスケート出展、ショートトラックスピードスケート出展、フィギュアスケート出展、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 本部役員。 ありがとうございます。